夜空を見上げると淡く光る月を見ることができます。実は月という天体はありえないと言っても過言ではないほどの摩訶不思議な存在だとあなたは知っていたでしょうか。科学的に見ても月が存在していることより存在していないと説明する方が簡単だとしたら、なぜ月はあれほどまでに大きいのか、なぜあれほどまでに古いのか、なぜスカスカなのか、このような様々な謎に満ちているのが月なのです。地球は無数の奇跡が重なったからこそ生命が誕生しました。だからこそ奇跡の意味を求めてしまうのはもはや人間の性と言えるでしょう。今回の探求ではアポロ計画から始まり、最新の月面探査まで人類の月への挑戦の歴史をたどりながら、謎めいた天体月の正体という深淵を覗いていきます。月は我々が思っている以上に奇妙な天体です。まず最初は大きさ。なぜか地球の大きさに対して月の大きさが異常に大きいこと。他の太陽系にある衛星を見てもこれほどまでに惑星に対する比率が大きいのは月だけです。また月には地球のような全体を覆うような磁場が存在しません。これは月が液体の外核を持たないため、地球のようなダイナモ効果による磁場が生成されないからです。しかし過去のアポロ計画で採取された月の岩石から、月がかつて非常に強い磁場を持っていたことが分かってきました。この磁場は地球の磁場と同程度の強度だった可能性がありますが、月の小さなサイズではこの強い磁場が長期間維持されることは理論的には難しいとされています。他にもなぜか月には全体的な磁場がないにもかかわらず、月の表面には強い局所的な磁場が存在する場所があり、その原因が完全に解明されていません。これらが示すものは一体何なのか、これらの特徴について少し深く探求していきます。先ほどもお話ししましたが、なぜか地球の大きさに対して月の大きさが異常に大きいです。月の直径は 3474.3km、 月の表面積は3800万平方キロメートル。これは地球の4分の1の直径、約81分の1の質量を持ち、これだけ大きな衛星を持つ惑星は太陽系内では地球だけです。他の惑星とその衛星の関係を見ると、例えば木星の最大の衛星であるガニメデは木星の直径の約1/27、質量比で12500分の1です。土星とその最大の衛星タイタンも同様に、直径比や質量比では月ほどの大きさはありません。なぜこれがおかしいかというと、本来であれば大きい衛星があるとすると衛星自身の重力も大きくなり、形成初期段階で惑星に衝突してしまいます。逆に小さい場合は軽すぎて遠心力に負けてしまい、ふらふらと惑星の元を離れていきます。つまり月ほど大きな衛星が安定して存在しているというのは自然の定理からするとおかしいということ。しかし現実には夜空に輝き続けています。これは月の密度が関係しているから。地球の平均密度は1立方センチあたり 5.5g、それに対して月は1立方センチメートルあたり 3.34g しかありません。つまり月というのは大きく見えるが中身は軽いという特異な衛星だったということ。だからこそ月は今も地球の周りを回り続けているわけです。また地球では稀に月が太陽を覆い隠す皆既日食が起こる現象は非常に奇妙なものです。というのも地球から月までの平均距離は約384,400km、それに対して地球と太陽の平均距離は約1億4,960万km で、地球から月までの距離と地球から太陽までの距離の比率は約1/400。そして月の直径は約 3,474km で、太陽の直径は約139万km。この比率も約1/400。つまり皆既日食が起こるためには月の直径が 3474km である必要があったということ。
もし 1km でも誤差があれば、月の向こう側に太陽がぴったり隠れることはなかったでしょう。このようなことが起こる確率はまさに天文学的な数字。たまたま異常な大きさを持っているが、密度が低くて今の位置に居続けられて、たまたま大きさと距離の比率が一致している。ここまで奇妙な一致を見せると、まるで誰かが条件を整えて今の位置に配置したのではないかと疑ってしまう人は私だけではないはずです。さらに月の軌道は太陽系の衛星の中で唯一ほぼ完全な円を描いて公転しています。この月のように公転している惑星の地軸を安定させる役割を果たす衛星は存在していません。つまり月があるおかげで地球の地軸の傾きは何十億年もの間安定してきました。そのため予測可能な式がある環境の中で生命が進化することができたのです。冬はいつも冬であり、夏はいつも夏。この規則性のおかげで生命は環境に適応し、様々な興味深い生態系が生まれてきました。もし月がない場合、地球の地軸の傾きが劇的に変わってしまい、生物は発生していなかったはずです。まるで生命を育むために今の位置に置かれたように感じるのは私だけでしょうか。また奇妙な点はこれだけではありません。月の重力についても少し異常な点が。地球の重力は地表で平均して 9.8m/s ですが、地球の重力の偏りは場所によって微妙に異なります。地球の重力が最も強い場所は南極や北極付近で約 9.83m/s、 逆に最も弱い場所は遠心力がかかる赤道付近で約 9.78m/s、 変動幅で言えば約 0.05m/s の違いがあります。では月はというと、月の重力の平均値は約 1.625m/s と地球の6分の1程度。そんな月ですが、地球と比べて表面には明らかな重力の偏りが存在します。その偏りは約 0.035m/s の違いがあり、これは月の平均重力に対して約 2% の変動幅があります。実はこの異常値はこの後探求する月の成り立ちが原因であると予測されています。そんな奇妙な月の起源については、長年にわたり科学者たちが様々な仮説を提唱してきました。これらの仮説は観測データや理論的考察、そして様々なシミュレーションなどに基づいて構築されています。主な仮説としては親子説、兄弟説、そしてジャイアントインパクト説。ではそれぞれ見ていきましょう。親子説は月が地球から分離して形成されたとする仮説です。この説によると、若い地球が高速で自転していた際に遠心力によって地球の一部が分離し、それが集まって月になったとされる説です。確かにこの説では月と地球の化学組成が似ていることをうまく説明できるでしょう。しかし現在の地球と月の核運動量を考慮すると、分離に必要な自転速度が非現実的に速くなってしまう問題があります。具体的には、地球が月を分離するために必要な自転速度を計算すると、なんと地球の1日の長さが約 2.5 時間以下になる必要があります。これは現実的にはありえないでしょう。次の兄弟説は、地球と月が同時期に同じ場所で形成されたとする仮説。この説では原始太陽系の塵やガスが集まってできた原始惑星系円盤から地球と月が同時に凝縮して誕生したと考えるものです。確かにこの説だと、地球と月の軌道が近いことや化学組成に類似点があることを自然に説明することができます。しかし月の密度が地球よりもかなり小さいこと、月に鉄の核が少ないことなどを説明するのが難しく、今はほとんど支持されていません。そして月の形成過程において一番有力視されているのがジャイアントインパクト説。この仮説によると、約45億年前、出来たての地球に地球の大きさの半分程度、つまり火星サイズの天体が衝突。その火星上の天体はテイアと呼ばれ、これはギリシャ神話の月の女神セレネの母テイアから名付けられました。
このテイヤは地球と同じような軌道上で形成されたとされており、その後に質量が増すにつれて軌道が乱れ、ふらふらと円軌道を描きながら原始地球に接近、そしてついに衝突しました。この時の衝突は地球に対して正面衝突ではなく、円軌道を描いていたテイヤが斜めに衝突したため、かなりの量の破片が地球の周囲を回る軌道上に残ったとされます。そして宇宙空間に放出された破片が時間をかけて集まり、やがて今の月が形成されたとされています。さらにシミュレーションによってこの仮説の妥当性が示されました。というのも、衝突の角度や速度を調整することで現在の地球と月のシステムに近い状態を再現できることが分かったのです。しかしこの説も課題があります。その最大の問題とは、月と地球の成分があまりにも酷似していること。なぜならば衝突した天体の物質が混ざっているはずなのに、なぜこれほどまで似ているのか。1969年7月20日、人類は史上初めて月面に降り立ちました。アポロ11号の司令船パイロットマイケル・コリンズが軌道上で見守る中、ニール・アームストロング船長とバズ・オルドリン飛行士が月面に足を踏み入れた瞬間、地球上で約6億人がテレビの前で息を呑みました。この言葉はあまりにも有名であり、今も多くの人々の記憶に刻まれているはずです。この歴史的瞬間は科学技術の進歩と人間の探求心の勝利を象徴するものだったのは間違いありません。月面での滞在時間はわずか21時間余りでしたが、その意義は計り知れないでしょう。さらにアポロ11号でアポロ計画は終わらず、その後も続きました。アポロ12号から17号まで計6回の有人月面着陸を成功させ、最後のミッションは1972年12月に行われました。この3年間に及ぶ貴重な月面探査で宇宙飛行士たちは様々な実験を行い、多くの貴重なデータを収集。そして彼らは合計約 382kg の月の岩石や土壌のサンプルを地球に持ち帰り、その後の研究を飛躍的に向上させることになりました。また月面に設置された地震計や磁力計、熱流量計やレーザー反射板などの観測機器は、月の内部構造や地震活動、磁場について人類に新しい知見をもたらしました。これらの成果は月の起源や進化、そして太陽系の形成過程を理解する上で非常に重要な手がかりになったのは言うまでもありません。実際に持ち帰られたサンプルを分析した結果、月の表面は予想以上に古く、少なくとも44億6000万年前に形成されたことが分かりました。他にも月の岩石にはチタニウム、ウラン236、ネプツニウム237など地球上では稀な元素が多く含まれていることも判明しました。このように持ち帰られたサンプルや月に持ち込まれた機材によって飛躍的に月の研究は進みました。しかしアポロ17号を最後に、人類は約50年もの間月に足を踏み入れていません。その主な理由は冷戦の終結と予算の問題。というのもアポロ計画には膨大な費用がかかっていました。アポロ計画には当時で約250億ドルが費やされましたが、これは現代の紙幣価値にすると約2500億ドルから3000億ドルに相当します。2023年の NASA の予算は約260億ドルで、これは全体での予算です。そう考えると、いかにアポロ計画が膨大な予算をかけて行われたかわかります。また月探査の主な目的が達成されたという認識も広まったため、わざわざ宇宙飛行士を月に送る理由がなくなったことも大きな理由でしょう。今の宇宙開発の焦点は、より遠い惑星や新宇宙の探査、そして地球低軌道での活動にシフトしています。しかし近年になって月の資源の利用や将来の宇宙探査の拠点としての可能性が再認識され、2020年代に再び人類を月に送ることを目的としたアルテミス計画が始動しています。約半世紀ぶりの有人月探査計画、
それが NASA が主導するアルテミス計画。アルテミス計画は3つの主要なフェーズで構成されており、フェーズ1では無人機による月周回、フェーズ2では有人での月周回、そしてフェーズ3で2025年頃に有人月面着陸を目指すというもの。さらに注目すべきは月の南極への着陸。というのもこの地域には氷の存在が確認されており、将来の月面基地の建設には不可欠な資源となる可能性があります。この計画で得られた知見は次のステップである火星有人探査への足がかりになるでしょう。しかし人類初の月面着陸を達成したアポロ11号、あまりにも有名であり多くの方が名前を知っているでしょう。しかしその直前のアポロ10号についてあなたは知っていますか？アポロ10号は4度目の有人宇宙飛行でした。アポロ10号の目的は次のアポロ11号のためのリハーサルであり、月面着陸のための全ての手順と機器を実際に月に着陸せずに確認するものでした。この飛行はアポロ8号に続く史上2度目となる有人月周回飛行で、トーマス・スタッフォード、ジョン・ヤング、ユージン・サーナンの3名で行われました。彼らはリハーサルということで月の周回軌道上で様々なテストを実施していました。月の周回軌道上ということは月の裏側にも行くことになります。そうすると通信用の電波は月に遮られてしまい、地球上と1時間ほど通信が不可能になる時間が発生してしまいます。その時にある異変が発生していたのですが、それは地上には伝わっておらず、その異変は録音データに残っていました。なんと地球からの通信の代わりに外宇宙から受信したと思われる奇妙な音を聞いていたことが明らかになりました。この音声記録は無用な混乱を招きかねないということで、2008年までの約40年間非公開にされていたものです。そして今もなおひっそりと公開されているものを聞いていきましょう。このように様々な種類のノイズを聞き、訓練されてきた宇宙飛行士が謎の音に対して誰も我々を信じないだろうとコメントするほどの音。実はアポロ15の宇宙飛行士たちが聞いたものと似た音を1997年に打ち上げられた土星探査機カッシーニが受信していました。しかし後の調査により、これは土星の磁気環境により引き起こされたものであることが分かっています。ですがアポロ15が謎の音を受信したのは月の裏側。さらに月は大気や磁界がないため、カッシーニが受信したものと同じ理由で発生した音ではありません。これについて公式見解では、2機の宇宙船が使用していた無線が干渉し合ってノイズが発生したと発表しています。その後アポロ11号に搭乗していたマイケル・コリンズは NASA のスタッフから、口笛のような音がするが気にしないで OK だと警告されたと著書の中で答えています。そしてコリンズは、警告されていなかったら私は恐怖で震え上がっていただろうと述べています。きっとこれが公式見解だと思います。ではなぜ40年も非公開にしていたのでしょうか。なぜいろいろなノイズを聞いたことのある宇宙飛行士がただの干渉音を誰も信じないだろうと答えたのでしょうか。月の探査が進むほど新たな謎が次々と浮かび上がってきます。絶妙な大きさと距離、磁場の謎、月の裏側で起こる謎の音。今回は触れませんでしたが、探査の結果判明した巨大な地下空洞の存在、人類の探求心はこの神秘的な天体によってさらにかきたてられ、宇宙の神秘に迫る旅はまだ始まったばかりなのかもしれません。あなたは月の存在をどう思っていますか？ぜひコメントで教えてください。今回も最後まで探求にお付き合いいただきありがとうございました。